遥か昔、 この世界がまだ どこまで行っても果てない海と どこまで行っても尽きない空だけだった頃、 二中の巨大な神が生まれた。 右翼の乱れに乗じて進軍た。機械の化け物にしちゃ知恵が回るじゃねえか。けどな。 戦軍に撤退命令だ。戦線をコロニーシックスまで後退。そこに最終防衛線を張るぞ。なるほど、そいつは賢明だ。このままじゃ俺たちみんなあの領域だからな。ちげねえ、そいじゃとっとと引いちまうぜ。なんて言うとでも思ったか。何、引かなきゃ死ぬが、引けば未来は掴めない。なら掴もうぜ未来。何、 俺たちにはこのモナドがある。掴めるさ、絶対にな。このイノシシが、これ以上は貴様の体がモナドについていけん。動きを見ていればわかる。その年でもう老眼化ディクソン、俺は平気だよ。まだこいつは握れてる。<笑>イノシシには言葉が通じないか。よかろう、俺も付き合わせ。貴様の死にが拝んでやろう。
様もそろそろ限界のようだな。ムムカ、どこへ行く。そっちは悪いな。騎士兵どもの狙いはてめえのそれ、モナドだ。せいぜい気張ってやつらを引きつけてくれよ。この俺のためにさ。ムムカ、お前は墓ぐらいは立ててやるって心配すんな。じゃあな、甘えよ。待て。 悪い冗談だぜ。なんだかな、俺たちの悪運もここまでってか。ダンバン、ディクソン、残りの兵を頼む。ダンバン、まさか貴様。バカのやつらだぜ。あとはほとぼりが冷めた頃見やがらってモナドを拾いに行けば。いってー。 キシン兵どもホムスを巨神界の人間を食われるのを待つだけの餌と思うなよ。はあ。
71式騎士兵。こいつの光学系、対空砲の照準に使えたはず。ダメか。完全に壊れてる。関節部分は、ひん曲がってるか。これじゃ使い物にならないな。69式だ。こいつの装甲、確か縦にちょうどよかったよな。ひっぺがして持って帰れないかな。シルク、ライン、こいつ騎士兵じゃない、コロニークライムだ。騎士兵の装甲を空にしていたのか。俺が奴を引きつけて転倒させる。奴が転倒したらその隙にアーツを打ち込んでくれ。ありがとう、ライン。助かったよ。たく、一人で勝手に行っちまうんだもんな。あんまり離れるなよな、これから。コロニーから一歩外へ出れば、こんなのがゴロゴロいるんだからさ。うん、でもおかげで、こいつの殻取れたし。コロニーのみんな、きっと喜ぶな。そういうことじゃなくて、まあいいか。そういうお前だから、作ってくれるんだもんな。最高の武器。このジャンクバンカーだって優秀だぜ。ディクソンさんが作る武器の見よう見まねだけどね。ま、ダンバンのあれにはかなわないけどな。モナドか。いつかあの力の秘密解き明かしてみたいな。期待してるぜ。さ、コロニーへ帰ろう。訓練の集合時間に遅れるとぶん殴られるんだ。直角ヒゲに。直角ヒゲ？はあ、防衛隊長か。怖いもんね、あの人。そういうこと。ごめんね、防衛隊の休憩時間だったのに無理やり付き合わせて。いいって。さあ急ごうぜ。Thank you.
ビートだ。こっちのこれ。こら。くらえ。みんな、いい感じだよ。おっぱ。騒いできた。ほら。熱い戦いだったな。やったね。 さてと、俺は防衛隊本部に顔出さなきゃな。お前は兵器開発局の研究棟か？うん、使わないパーツ売ってからね。分かった。じゃあまた後でな。
まあ。
Yo, yo! Yo, yo!一体どういうつもりか。うわ、防衛隊長だ。民家に自走砲を激突。貴様、何年防衛隊員をやっておる。しかし隊長、いくらなんでもあのスピードでの旋回は無理です。軍事区まで40秒で戻るなんて無茶ですよ。 言い訳なんぞ聞く耳持たん。気合で曲がれ気合で。そんな、貴様らコロニー6との合同演習において最低の成績を収め、俺の顔に泥を塗ったことをもう忘れたか。全ては気合が足りんからだ気合が。 はい、即刻居住区の自走砲を回収。その後全員腕立て1億回、貴様らの上腕二頭筋を破壊する。隊長、回収はできません。何？なぜだ？理由を言ってみろ。は、激突の衝撃でエーテル電動ケーブルが損傷。 それにより全エーテルエネルギーが流出。エーテルシリンダーが体からであります。シリンダーなんぞすぐに交換しろ。そんな単純なこともできんのか貴様。予備のエーテルシリンダーは全て使い切っておりまして、最充電には3日はかかるそうです。備品の補充は常に怠りなくと言っておろうが。は、申し訳ありません。たるんどるからだ。 防衛隊長、相変わらずだな。あれじゃ戦う前に兵がへばっちゃうよ。